はい。下口マーケット。そうですね、近くにも、商店街、昔商店街だったようなところがありまして、今もか、ここですね、大淀食堂だね。なんだろう、これはもうね、商店街って言っていいのかっていう、感じだと思いますよね。大淀食堂がいろんな店が入ってますね。駐車場がね、結構広いんですよね。こんな感じで。ここ見ると、レインボーとかさ、探偵調査事務所とか書いてある。探偵の事務所があるな、こんなところに。ね、そしてね、あれちょっと見えるかな。ちょっと写真載せますね、あれ。レン。すごくないですか。これ何屋ですか、これ。何だと思います、これ。カブトムシとかの専門ショップかな。でもね、名前がレンって、どういうことなんだろうっていう。あと、このビリケンラーメンとかね、なんかビリケンってよく聞きますよね。で、あと、あっちにカイナと、このどんちゃん食堂っていうのが、かなり大きいですね。あと、スナックいっちゃん。あと、カラオケもも。スナックとかカラオケがありますね。あとは、マージャンドラゴンとお好み焼きケイですね。ちょっと、ゴミ収集車が来ちゃったんで。いえ、とんでもないです。ここって、店って何時ぐらいからやってるんですか？で、これが、僕がやってないんですよ。上は夜しか、飲み屋は夜8時か何時かやろうな。下はもう、ここはやってるの。お好み焼きですか？そこだけここですか？4時半。4時半。この一軒だけや。一軒だけなんですね。そうそう。もう今潰れて。じゃあ全部やってないんですか？やってないと思うねんけどな、飲み屋はもう。飲み屋やってんのか。一軒二軒はやっとくかもわからん。あそこのレンっていうのも飲み屋なんですか？スナック。上はもうスナック。スナックなんですか？上はスナック、ここはお好み屋。昔はここ中華やったけど、食堂、弁当仕出しとかやってたけど、今はもう営業してない。そうなんですね。いやー、ちょっと貴重な、いえいえ、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。はい、いつも見ていただいてありがとうございます。商店街散歩はですね、 SNS もやってます。リアルタイムでですね、散策の模様をアップしています。ぜひともフォローいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。いやーね、ちょっと、かなり貴重な情報をいただきましたね。なんと、この建物、このお好み焼き K しかやってないそうです。いやー、まさかのね、 K さんだけか。どんちゃん食堂もやってないのか。このマップは何だろう。しかし、いや、ね、お好み焼き屋 K の店前に観光スポット案内がありますよ。観光スポット案内。なるほどね。この K があって、他周りもいろいろ、見どころが、スポットがあるよみたいな。すごい、なんか、親切な案内看板ですね。こう食べた後にね、あれ見ていこうみたいな。お好み焼き屋 K のご主人、こんな感じですね。こっちもね、何気にラーメン、うどん、焼きそばとかの店みたいですね。ここは離れ小島みたいな感じですけど。さて、ちょっと2階にね、上がってみますかね、せっかくなんで。ペンキはね、すごい新しい感じがするんですけどね。あらあらあら、トイレが、昭和レトロなトイレがありますね。いや、てか、ちょっと待ってください。ここすごいね、見晴らしがいいですね。川が見える。
さあ、さあどんな感じなんでしょうか。うわっと、危な危な、何気にここに鳥の糞が、鳥も来るんだな、ここは。はい、こんな感じですかね。うん、もうこのカラオケももさんとかいっちゃんとかね、まあ店もう閉まってるっぽいですね、残念ながら。松さんも閉まっちゃってます。あ、この店舗は名前すらないな。これがさっきのあのレンだな。やっぱレンってスナックだったのかな、この感じは。うん、そしてレインボーですね、探偵事務所レインボーさん。はがきがね置いてあるけど、多分もう人は来ないでしょうって。あー、いいね、なんかすごいっすよこれ。もう備え付け、この壁に備え付けのタバコスポットが、灰皿があります。ここから見るとね、こんな感じですね。ん、何気電気ついてるけどね。お手洗いがね、またちっちゃいね、これ看板が。看板ちっちゃいよこれ。ほら、この大きさですから、ね、ちょこっとある感じですね。そしてまあトイレが昭和レトロな感じでね、という感じですね。この大淀食堂街、はい、というわけで大淀食堂街でした。これはもうね、お好み焼き系以外、やってないそうなんで、まあちょっとシャッター街というかシャッター食堂街って感じでしたね。はい、では早速はこの辺にしようと思います。また次の商店街でお会いしましょう。それでは。